はい、どうも、テラカイタリー、テラカオサでございます。今回もですね、韓国語の女子やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします、えー。今回ですね、女子のがをやっていこうと思います。私がとか、あなたがのがですね。このがをやっていこうと思います。そのね、女子もですね、パッチムなしとパッチムあれの場合の言い方がありますよ、というところを覚えておいてください。えー、パッチムなしはですね、そのままがです。 パッチムアリはですね、いいになりますので、覚えておいてください。どうやっていきましょう。パッチム、なしの方ですね。ネガチョアヌヌマですね。え私が好きな音楽っていう意味になります。はい。ネガーのガーですね。私がですね。チョアヌヌマ。チョアが好きなですね。えー、ヌヌマですね。音楽ですね。はい。 ですねえー、よぎよ、く、くだになります。よぎくだえー、よ、よ、っていうのが、あ、駅ですね。えーえーえー、ね、ぎですね。よ、よぎ、えー、くだえー、駅が大きいというような言い方になりますよと。覚えておいてください。はい。次回もですね、また女子やりますので、よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。